どうかしたの？メイヘン。キアナちゃん、私たちもゼーレちゃんがいる世界の泡に着いたわよ。彼女たちは無事で、スーサナは記録したデータと重装ウサギの案内があったおかげです。敵になるほど、みんなは相変わらず頼りになるね。ちょっと待ってください、キアナの方の投影に何か問題でもあるんですか？それは…キアナちゃん、まさかまたカップ麺を食べてるの？違うよ、その部屋が散らかってるから。ちょっと待って、すぐに片付ける。もしもし、みんな見える？うん、見えるよ。キアナ、私たちと連絡が取れるってことは、つまり社の存在を探知できてるのね。さすがにそれはまだかな。今掴んでいる情報はブローニャより少ないから。何しろみんながいるのは漁師の海の奥だもん。何かとんでもないことが起こってるようだけど、こっちから見れば地面に葉っぱが落ちて、それが誰にも気づかれずに吹き飛ばされたみたいな。ああ、別に裏があるわけじゃないよ。ただ例を挙げただけ。みんなが最初試したように、世界の泡を固有世界の近くまで移動させるとか、もしくは相手が固有世界で姿を現したりしない限り、私でも何もできないんだ。ねえ、シャーなんて放っておかない？地球の近くまで来る度胸があるとは思えないし、第一こんなに大勢の律者がいるんだし、それだけでも腰を抜かすんじゃないの？四季の律者、このことはあくまで注意報みたいなものよ。シャが霧のいいところで引くやつなら、シュガーズはどうしてここまで慎重に生きてきたと思う？キラ先輩の言う通りだね。何はともあれ、今回の敵はちょっと変わってて侮れない。だから勝利したばかりでも警戒を怠っちゃダメだよ。わかったわかった、あなたたちの言う通りだ。もうこれ以上は言わないから勘弁して。そうだ、四季の律者、この後戻るつもりはある？戻る？地球に？まだ決めてないけど。どうして突然聞くの？特に用はないけど、つまりその少し復帰の書関連で。四季の律者、あなたが行方不明になってた間、彼女はずっと心配してたのよ。相手を間違えてない？そんな暇があるなら僕年人のことを心配してあげたら。それもそうなんだけど、ほら委員長は最近忙しくて。復帰の書ならクラインとも話せるよね。確か彼女が稼働機能の調整をやってるんでしょ？クラインもあくまで機能の調整をやってるだけよ。ああ、わかった。復帰の書は一人で寂しいけど、それをどうにも口にできなくて、だから二人を説得役として呼んだんだ。そう理解しても問題ないよ。わかった、そこまで言うならさすがに断れない。戻っても別にいいけど。復帰の書はきっと喜ぶね。ふん、私がわざわざ相手してあげるんだから、もちろん嬉しいはずだよ。しきちゃんの言う通りだね。じゃあ通信はここまでにしよう。クラインからも頼み事があるみたいだから。ええ、それじゃあまた後で話しましょう。それとカップ麺はほどほどにね。クラインがこっそり売ってあげてるってことは知ってるのよ。え、わかった、これで最後、本当に最後なんだから。どうやら話が終わったようですね。プロメテウスさん、隣にいるのは。ゼーレは私を覚えていないんですか？あなた、もしかして重装ウサギ、あのバイクの？そちらのゼーレ、バイクはあくまで数多く有する形態の一つというだけで、重装ウサギ自体を代表しているわけではありません。重装ウサギ、この前のことは本当にごめんなさい。ゼーレはどうして謝るのですか？複雑な戦況に置かれていたのですから、こちらに気を配る余裕がないのは十分理解できます。じゃあどこか悪いところはない？必要だったら
私とブローニお姉ちゃんが元に戻してあげるから。元に？この体はツェーレからのプレゼントです。感謝すらしたいぐらいなのに元に戻るなどもってのほかです。わかった。じゃあ今はしばらく休んでて。いっぱい頑張ってくれてありがとね。はい、ありがとうございます。小さな体をしてる割にはずいぶんといろいろ悪だくみをしてるんだね。セーレ、ブローニュは初めてここに来ましたし、彼女を連れて見て回りませんか？重装ウサギはすっごく優しいね。二人は私の最高の仲間ですから。じゃあ二つの世界を見て回らない？ゼーレも一緒に来てください。ええ、一緒に行きましょう。では出発しましょう。未来は私たちが作る。そうよね。でも今日は思いっきり遊びましょう。また頑張ればいいわ。というわけで、不可捜索作戦は引き続き独立調査というポリシーを貫くべきよ。つまりゼーレ捜索作戦の主な担当者、例えばブローニャにもう片方の状況を知られてはならないわ。これは情報がはっきりとしない今、過剰に人員を費やさないためよ。それと重装ウサギから共有された情報を見たけど、砂鉄の国とセントソルトスノーで起こった変化は引き続き観察する必要があるみたい。あちらの人員に現地で英気を養わせることは現状に適しているわ。今のところ特例としてあちらから引き抜いて不可捜索作戦に参加してもらえるのは実質上指揮の律者だけよ。でも大崩壊時に何度もチームを抜けて単独行動してたことを考えれば、ここはまず彼女を騙して地球に戻ってもらった方が余計なことを避けられるかもしれないわ。予感かもしれないけど、私は今でもあれくらいの敵じゃないと。あなたは、てっきりあなたはもう